メルレンバッハは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、ベルクシュトラセン群に属す、町村。この町は、ハイデルベルクの北約 25km、マンハイムの北東約 30km の、オーデンバルト内に位置している。連邦道 B38 号線沿いに位置し、ベシュニッツ川やメルレンバッハ川が流れる。メルレンバッハは、北は、リムバッハ、東は、バルミヒエル及びアプトシタイナハ。 南はウィルケナウ、西はヘムスバッハ及びラウデンバッハ、北西はヘッペンハイムと境を接する。メルレンバッハは、メルレンバッハ見て、バイハー、ベンスバイハー、オーバーイコールムンバッハ、クラインブライテンバッハ、グロースブライテンバッハ、フェッケルスバッハ、オーバーイコールリー、ガイゼンバッハ、ロールバッハ、ベッテンバッハ、ユーヘーといった地区からなる。 ベルクシトラーセに近い位置にあることで、メルレンバッフ派は穏やかな気候の場所である。ドイツでは珍しく早くからアーモンドの花が咲く土地でもある。メルレンバッフ派は795年に初めて文献上に記録されており、1995年に1200年祭を祝った。13世紀にはプファルツ選定公領とマインツ選定公領の間の 戦略的な位置にあることから、その重要性を増していった。1970年から1971年の市町村再編により現在の地区が合併した。メルレンバッハ、町役場メルレンバッハの町議会は31議席からなる。イエンス・ヘルムシュテッターは2015年から町長の職にある。メルレンバッハの紋章は赤字に3つの銀の金が描かれている。 描かれた鐘は、メルレンバッハの伝説に基づいている。それは、三十年戦争の時代に略奪を恐れ鐘を、池に沈めたのだが、後に徹底的に創作したのだが、見つけられなかったというものである。村の泉がある、マルクト広場の周囲には、新旧の役場、カトリック教会、修復された十三世紀の防壁跡がある。旧庁役場旧町役場は、 出入り工場部の梁によれば1504年に建設されたのであるが、17世紀後半に大規模な改修が行われている。この建物は1930年あるいは1931年まで学校並びに教員宿舎として用いられ、その後町長の行政庁舎として用いられたが、1978年に新しい町役場が作られ移転した。内装、 外装ともに修復がなされ、古跡役場の婚礼状として用いられている。セバルトロマイ教会12世紀あるいは13世紀に作られたカトリックの教区教会、セバルトロマイ教会には、3つの祭壇や400年、前のオルバンといった芸術作品が収められている。祭壇の一つは、百九十四年に、ミヒエル・エア・ハルトによって作られたものである。また、 オルガンはハイデルベルク城フリードリヒカンの礼拝堂から移築されたものである。カトリック教会の南の浴廊前に赤色砂岩の十字架があるがメーレンバッハにはこうした十字が多く見られる。1994年に完成した公民館は900人まで収容できるホールと様々な催しを人々に提供している。メルレンバッハを通る B38 号線メルレンバッハは、ベシュニッツ渓谷の中央に位置する交通の要衝である。ラインネッカー大都市圏の主要幹線である、連邦道 B38 号線がメルレンバッハを通っている。ユーバーバルトから北修道 l 3 1 2 5号線が、町の中心部で B38 号線に交流し、ヘッペンハイム方面へ向かう。 1999年に完成したザウコプフトンネルがメーレンバッハを直接アウトバーン網に結んでいる。バイパス B38A 号線は計画中の路線であり、街の交通量の負担軽減に寄与するものである。この計画は具体的な計画立案に関しての意見が一致せず実現が遅れている。周辺の住民グループはメルレンバッハの下にトンネルを掘る案を 町内の住民グループは迂回路案をそれぞれ支持し、議論が行われている。メルレンバッハは、ラインネッカ交通連盟のサービス提供エリアに含まれる。メルレンバッハ駅は、ワインハイムフィルト間のベシュニッツタール鉄道の駅である。この駅には1時間ごと、平日の乗降数が多い時刻には30分ごとに、ドイツ鉄道のレギオナルバーンが発着する。現在は、廃止になった。 アルミヒール行きのユーバーバルト鉄道がこの駅で、ベシュニッツタール鉄道から分岐していた。ありがとうございます。